サラマライ君、こんにちは。アーミで皆さんお元気ですか？ヨゼミユーテラ世界史講師佐藤一挙です。どうもご無沙汰しちゃってます。ごめんなさい。実はまだ日本にいるんですよ。今日は皆さんにお願いがあって緊急配信ということで、なんと自宅から撮っております。ちょっと家庭の事情でまた皆さんにね、お話できる時が来ると思うんですが、離婚じゃないですよ。ね。9月の13日ですね、今9月の10日なので、3日後に、エジプトに、戻ります。また2ヶ月ちょっとして、出稼ぎでまた日本にこう帰国しますけれども、ですね、最近どう？エジプト、よくテレビに出てるでしょ？いろいろ。あれはですね、エジプト航空が9月12日から直通便を再開するんですよ。で、日本とカイロの直通便なので、日本人が乗らないともう上がったりなんですね。だからもうすごいプロモーションがひどくって、エジプト航空相当多分マスコミにお金巻いてますね、あれね。だってこの間私はツイッターで怒ってましたけど、もうなんかね、日本人にとってもエジプトは物価が安くていいとか、もうとんでもない話ですよ。それはバックパッカーのクソ旅してればそれはいいですよ。だけどもそんな人ほとんどいないわけですから、もう全然基本エジプトの観光はドル建てですので、日本人にとってはもう基本マイナスです。ただ日本人に来てほしいので、あえて嘘ついちゃうんですよ。だからがっくりしちゃいますよね、来るとね。なので、今までで高くなってますよ、人件費も、ね。なので、それは、そういうふうに思ってこられちゃうと困るので、一応言っておきます。それは私は置いといて、それ緊急配信じゃないです。実は、今回ね、もう9月の18日のツアーは確定で、10月の30日から11月の4日も確定。あと、1月の1日の、から6日、ピラミッドお正月。これはすごいですよ。ね、で、それは、まだ確定ではないんですけど、おそらく確定になると思います。ホームページ見てください。でね、ちょっと皆さんにお願いの緊急配信。実は、10月30日から11月4日のエジプトの現地ツアー、本当はもう締め切ろうと思ってたんですけど、突然、一つご家族が、ご都合でキャンセルされてしまったんですね。で、席がだから、ご家族なんで4席空いてしまったんですよ。で、まあ、1個余裕があるので、まあ、5席、4、5席空いてるんです。突然。なので、できれば、もう少しこの4、5人埋めたいんですね。で、今これ見てて、あ、行きたかったんだって思う人。で、大学生であれば、ちょうど学祭中なので、お休みの人多いでしょ。で、ぜひご参加いただければ、まあ、学生の場合には、だいたい1万円ぐらいは割引かれるんですね。現地通貨でお戻ししますけれども、あとは、もうそれこそご家族で全然大丈夫ですし、ご夫婦でも構いません。友達同士でも構いません。ぜひ、あと50日ありますから、検討いただいて、直接ここに入ってもらっても結構ですし、私の方にメールですね、私の方の旅行の方の方、メールアドレスの方に、ご相談いただいても全然構いません。ぜひお願いします。できれば、本当は9月の20日ぐらいには締めようかなと思ってたんですけど、ですね、特に学生さん、お金がなくてって人もいるんですよ。でも、今チャンスです。なぜかというと、もっと上がっちゃいます。まあ、全然です。安いって言ってるのは全然ですよ。本当に。本当に、人件費が高くなってるので、もっと高くなっちゃう。多分、ゴールデンウィークにも出しますし、来年の夏にも出しますけど、もっと高くなっちゃうので、ぜひ、今回、この10月、意外とラストチャンスです。もう、お正月高いですもんね。5万ぐらい高いですから。なので、お金がもしなければ、佐藤幸男、出してあげます。違いますよ。分割ですよ。分割払いで出してあげます。10万円ぐらい、1人10万円ぐらいだったら何とかなると思うので、5人ぐらい。ぜひ、お友達、ご家族、誘っていただいて、ご連絡ください。飛行機、まだ多分大丈夫だと思うので、国内線が。なので、急いで連絡いただければ、国際線も自分で取っていただくので、それも全部お手伝いします。安いの。今、どのぐらいかな。いい時間帯だと20万ぐらいかかっちゃいますけど、安ければ、15万ぐらいで飛行機取れますので、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。じゃあ、お待ちしてます。